はい、ハンマヤ先生です。FX の試験投資ですね。これ負けちゃったなぁ、これ。これなんだけど、試験投資なんだけどね。あ、ロトサーズは少ないから。これ上がって、ここ降りてこ、上がって、ここまで上がったら逆に下がっちゃったなぁ。勝率 76.9%。ね、これ、ちょっと落ちて広げちゃった。いけないんだけどね。もう判定でしょ。もうすぐ判定でこれ負けだと思う。で、しょうがない。で、これね。これはシグナル来て、落っこってますね。これは落っこってますね。勝つんだろうけどね、いつもやってればね。まだ1日時間あるんで、音声多いとか言っちゃうけど、ね、ごめんなさい、めんどくさくてね。調整。で、このシグナル通りですね、単なるね。これも上がって下がって、これ儲けないみたいだね。これもう、もうすぐ判定です、これ。あ、これはまた多く落っこってきてるから負けになるだろうね。まだわかんない、上がるかな。これ下に落ちてきてるわけですよね。これはタイぐらいでしょう。でこれはね、あれだな、あ、正確になってきたね。これまた消えちゃったかな。これこんな少ないのです。 1万ロットだけだから合計で。ね、大変少ないですよ。でこれちょっと動いてないから、これね、消しちゃった。洗濯機やと思ったみたいだね。あの75リットルの、うん、大きい洗濯機2台とね、55リットルの洗濯機、その1台がね。これは落ちるかな。でこれもあと戻るだろうね。勝てるかもしれないね。これもタイだしね。これとも知らなかったけどね。